列車運行管理システムとは、鉄道の列車運行管理において、計画ダイヤをもとに、列車集中制御装置、自動振動制御装置、運転整理システム、旅客案内システムなどを一括管理、制御するコンピュータシステムである。主に大都市圏の高密度運転線区や、新幹線などの高速鉄道において、列車運行管理の効率化、旅客サービス向上のために導入されている。 列車運行管理システムを導入しているのは日本の新幹線や在来線、台湾新幹線などである。鉄道運行において、かつては信号機や分岐器などを操作する運転要員が確定車上に必要であったが、CTC の導入により一箇所に集約して行うことが可能になったほか、正常なダイヤでの運行がなされている限りは、 それまで人間が行っていた信号機や分岐器などの操作を PRC に自動で行わせることが可能となり、運転要員の業務負荷が大きく低減されたほか、大幅な人員コスト削減も可能となった。一方、ダイヤが乱れた際の運転整理や旅客案内などは引き続きほぼ全てを人間による情報収集、計画立案、実施判断に依存する体制は変わっておらず、 大都市圏を中心とした列車運転本数の増加や高速性、正確性、顧客サービス等の向上ニーズの高まりに対して適切な対応を迅速かつ効率的に行うことが困難となってきた。そこで信号機や分岐器の単純な自動制御だけではなく運転整理や旅客案内、車両運用管理等の運行関連機能全般をコンピュータシステムとして統合し、 運転指令所と駅や車両基地などの原業機関をオンラインで接続することで効率的な列車運行が実現できる。このようなシステムには高性能の処理能力を持ったコンピュータが必要であるため本格的な導入に至ったのは高性能コンピュータが普及した1990年代以降となってからが多い。また、線路や日本の鉄道車両検査の計画管理。 電気施設や信号機などの設備管理などの機能も独自に付加してより大規模な総合管理を行うシステムを採用している事業者もある。主なシステムの内容を以下に述べる。運転整理機能による抑止表示器東京メトロ15000系電車の運転台。写真右上のディスプレイが JR 東日本線内で使用される。 運転通告用車上モニタ装置発車表への遅延時間表示日本では一部の鉄道事業者が都市部を中心に導入している。事業者により呼び名や機能が一部異なる場合があるが導入例を一家に述べる。ありがとうございます。